毎日これでした。そうなんあるんや。そうなんです。へぇ、リサ顎にニキビができてます。あら、今日はナンバラエティ公演です。こんにちは。みんな個性だ、個性的なゲスト来てます。痛いよ、しょっくり。こんにちは。いや、今日はナンバ公演前です。ちょっと45分ナンバ公演前ナンバラナンバラ公演前です。そうちょっとね、18時45分開演になって、ね、そうね、そう反省会とかおる子ちょっともう強制退官させられるのでそうよ、帰れって言われるので、わかる、ゆっくりしたいのよな。ナンバラはね、ちょっともう公演前にするしか。ナンバラ公演前にこう、あの初配信してくださいって言われるけど、やばい、来て終わったけど私はメイクしてるね。あ、じゃあ飛ばしていいってこと？あと何分ぐらいですかね、私タイムあと5分もないです。わからへん、どうしよう。4人4人そうやな。じゃあ3番目で大丈夫です。はい、あ、昨日3番目誰やったっけ。スミです。やばい、もうやばいですか。メイクが渋滞してます。いきます、いきます。じゃあみんな、やばいろ、うそやろ、頑張れよ。15また後で、また後で、あと後で配信しますから。そうね、はい、そう、ちょっとごめん、時があるんですか。ラテン上目とかちょっとメイクがね、ラテン上目どうしよう。ちょっと一旦読みな。今日劇場行きますね。お待ちしてます。皆さんモノポンさん。お、今劇場に向かってます。久々やった。いや、タリーズで待機中。まあ、確かにタリーズ待機の方多いかも、もしかしたら。すいません本当に。あ、15分なっちゃった、ごめん。いいよ、でも着るな。着た方がいいな。え、どうする？任せます。どっちがいいですか？いや、どっちでもいい。さっきやりたかった、さっきし。ま、どっちでもいいです本当に。え、どっちがいいと思う？決めて。この場合。私は終わっ。ゆいなさんで。オッケー、私が終わるわ。オッケーです。あ、違う違う。え、どういうこと？え、ゆいなさんの15分だった。あ、じゃあ、私が終わるわ。オッケーです。あ、じゃあ、まだや。わかりました。まだ会えてていいと思う。あの、お騒がせしました。すいません、私が終わります。すぐ行きます。ジュンさん、トニーありがとう。ジュニア、トマック、ありがとう。ラッキー組、ジュンシュンのすけ、ありがとう。ジュン、まみちゃん、ありがとう。クイ、コジ、ありがとう。八重うまこちゃん、ありがとう。七重しのすけ、のはるしのすけ、ありがとう。早く 帰りなさいって皆さんにね、怒られちゃうので。よぴ、ありがとう。ゆうよん、ゆうくん、ありがとうございます。さん、いろとくん、ありがとう。に、だいちゃん、ありがとう。そして、いちはガンズでした。ありがとうございます。それ向かってる、ありがとうございます。ちょっと皆さん、本当に慌ただしくなってしまった。めっちゃ、口から下がね、今ちさん、あれあれです。皆さん、18時45分からノンブレティ公演、ぜひ見てください。バイバーイ、メイク行ってきます。バイバーイ。すみません。オッケー。全然よ。ごめんな。こちらこそ。全然です。食べました。しゃべりました。あ、ごめん。全部お二人の分なくなったわ。シューシューや。ゆいなさんが自前のシャインマスカットをね、お弁当箱に入れてらっしゃったので、あわよくばね、一粒もらえるかなと思ってたんですけど、もうなかったですね。記者会見。じゃあ公演来てくださいね。今回。キャプテン配信、私の出演予定に新しい家族が増えました。まいちゃんとの絆、泣いてるの記者会見なんです。痛いよ。新しい家族が増えました。スコティッシュフォールドの、え、ティッシュ、スコティッシュフォールド、スコティッシュフォールドの、あ、犬種じゃなくて猫の種類、スコティッシュフォールドの猫の名前を、発表させていただきます。ヘルペスこれ、ほら唇のここにもなんかニキビのでき損ないみたいなのができてます。ちなみに女の子3ヶ月めちゃ昨日ショールームで紹介したマメタ族は、お留守番してます。仕事の休憩時間で見れて嬉しい。ありがとうございます。この時間ででもみんな見るにはちょっとね、難しい中途半端な時間なんですけど、ボンちゃんとかも今しか時間がなくてごめんなさい。よかったです。名前は全部さっき食べてた。こんにちは。アイコンかわいい、ほんまにかわいい。写真めっちゃ送ってきました。あ、なんかつけてたね、ネックレスみたいな。店員さんがつけてくださって、うん、かわいい。ハンバーグ作ることによって
ほんまにわかんないかわかんないじゃないかわかれへんどっちが本物のわかんないかわかんないですよ。どっちが本物ってどっち？こっち？こっちのこれが、うん、これがわかんやなのか。確かに。こっちが本物。これがわかんやんが一人とは限らへん。そうなんですよ。そう。私二人いるんです。おったなお前。公演の出演メンバー表に隅の若菜2人おった。あれ何の公演やったか忘れたんです。ナンバーライティです、うん、しました。あの名前はアイスちゃんです。アイスちゃん、誰が決めたん？お母さん。あ、そうなんや。若菜はスイカバーって名前です。やめて絶対やめてな。よかったよかった。アイスちゃんでスイカバー、スイカバーめっちゃ好きやからやし、6月生まれとかスイちゃんとかでも可愛い。え、そう、いろいろ考えてんけど3文字がよくてアイスになりました。ピリピリというか痒いニキビかな、うん、これはたまにできるんです、この唇とこの合間に。アイスちゃんのとこ、チーカーのお菓子の箱でお留守番、お留守番してます。髪の毛何しようかな今日は。スイカとかいろいろ候補ありました。頑張らかな、何しようかな。マジ可愛い。暑いか、でも今日も今日も暑かった。京都あさってって何がある？ 23って公演？わかんない、公演出へんの、その日 N かな、ちょっとあかん、カレンダーみんな何もわからへん。スケジュール表見ない。あさってって私何があるんやろ。夢中ライブかな、夢中ライブか。嬉しい、また来てね。こんにちは。私を信じます。スイカバー。あ、夢中ライブか。あ、あれか。ホノピー初日か。ね、出なじゃ。ホノピーや、ホノピー初日の日でしたっけ。人魚じゃない、人魚。ごめんなさい。ミュウと同じこと言う。そうやろ。暑いからね。何しよっかな。おさらいにしよっか。何する？おさらい。高めポニーで。いいよ。高めポニーで。いいよ。別に若菜は。言ったな。若菜はいい。あかん、この前したわ前。えので。これ向かってます。8月はもう。ね、でも、あ、渚さんのね、生誕祭も決まってました。まだメンバー出てないか。かわちです。お、神奈川のあみちゃん、くまありがとう。めっちゃ猫好きなんですけど、こんなドスピンでごめんなさい。今うちに猫さん、もう3公演出てんの？あ、そっか、ナンバーランも含めてか。すごいね。早く帰りたい。早く帰って遊んであげたい。お疲れ様です。めっちゃ元気な子なんですよ。なぎちゃんね、生誕祭決まりました。最後か、なぎささんの生誕祭。髪型はマック開いた、確かにそれはあるかもね。マック開いてででーみたいな。そんな私は対していつもヘアレンジをめっちゃするわけでもないから、そんなワクワクは皆さんないかもしれないけど。え、そう、ナンバラはね、公演時間がすごく長いから皆さんもね、帰るの間に合うの、もう新幹線とかってなったらいろいろギリギリじゃないですか。結構スタバよりタリーズ、やばい、スタバ早いわ。タリーズはね、たまにしか。終わったから劇場向かう、気をつけて。とにかく、ありがとうございます。何しよっかな。髪の毛。何しよっかな。ほんまに何しよう。わかんないが長ければ。何しよう。前が切ればいいんじゃん。そっか。うん、オッケー。じゃあ皆さんお楽しみに。もうえて。そう、さっきはね、メイクさんにメイク何番がいいですかって言われて2でとか言って腹立つ。2でとか言って、
しかも最近ね割とこう入っ最近かな、うんうん、こう入ってきた方というか、うん、新しい新しいメイクさんに2番でとかどんな印象を持たれたかな。待ってドトールと、うん、タリーズ？タリーズが劇場近くはタリーズですか？そうでもタリーズをちょっと越したところにドトールもあるから。あ星のコーヒーとかあるとこ。そうそうそう近く。ちょっとあんま分からへんな。あでもドトールのあれはドトールなんかな。ドトールのツナチーズドッグみたいなのは3つ好き。あとなんかシャインマスカットスムージーみたいな あるよな。マヨネーズじゃなくてあのそうチーズ、あそうそうヨーグルトスムージーみたいなめっちゃ美味しいです。おくまちんくまありがとう。連れてくるかな。今日のナンバラちゃんは秘密です。ナンバラちゃんって出るまで秘密よね多分。うん、でも言っちゃおうかな。あーしーです。マイティーコールさんのしてほしいよ。お疲れ様です。私は今日は 即帰宅をもっと即帰宅、うん、猫が待ってるからね。そうやな即帰宅。早く会いたいよな。会いたかった。会いたかった。低い方でハモる方。ハモる方ね。会いたかったなって。そうコーヒーはね結局前めっちゃシロップ入れちゃうから。カフェラテでもハニーカフェラテかとか。でもスタバのねホワイトモカが好きやね。あの甘さがちょうどいいです。なんか普通のカフェラテにシロップを3つ入れるとホワイトモカシロップぐらいの甘さになるのでいつも3つ入れてます。あんちゃんは5やな。ちゃんと甘々あのでっかいケース配信でマイティーコールしてお願いします。1、2ヶ月くらいそこに入れといてあげて家に漏らしたりとかやってあとトイレの練習させて。でもめっちゃ元気です。こんにちは、うん、頑張ります。甘いのが好き。甘ったるすぎるのでも冬のホワイトスタバのホワイトモカは上にクリームが乗ってるんですけどそれはね抜きます。甘いから甘すぎるのもちょっと嫌。スタバのホワイトモカがねちょうどいいんですよ。もうスタバなちゃん。やばい遊んでたら爪挟まっちゃったよ。何それ置いてあった。あれわ誰だこれ。あやぽん。熊タワーだ。熊タワーっていうタワーだ。ツンツンしとこう。ありがとうあやぽん。ツン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 しちゃおっと。ここにあるかちょっとどこにあるかわからんから全部ツンツンします。じゃないありがとうあやぽん。さっきからずっといちご一会言うてるな。お母さんがいちご一会ばっか言うから。じゃあサラサラヘアですか。絡まってますよ。あほんまに何しようかな髪の毛。砂糖入りは飲み終わった後の後味え分からん。もう砂糖入りしか飲んだことないからちょっと分からへんな。ブラックコーヒーは飲めって言われたら飲むけど言われる機会もないから飲まない。まだブラックコーヒーを美味しいと思うレベルにはなってないですね私。わかなが作りました。
か。いつもこんなこんな変な会話ばっかしてます。なんでマイちゃんが変なのに人のせいにしちゃうんだ。一緒やん、一緒に変な会話してるねって。よよ、感じです、いつも。そう、この間シンシンさんのね生誕でみんなでツインテールをしました。でもまだ耳より上のツインテールしたことないんです。ありがとうございます。父みぞっちさん、ありがとうございます。10位たいちゃん、ありがとうございます。ランキング読みたいと思います。私からおすすめのカスタマイズでお待たせじゃないわ、お待ちしております。はい、では行きます。13位、よいちマイティ、ありがとうございます。12位、おぎおぎ、ありがとうございます。11位、のののさん、ありがとうございます。10位、ゆうだいさん、ありがとうございます。9位ベルさん、ありがとうございます。8位すぎぞうさん、ありがとうございます。7位まさひけさん、ありがとうございます。6位ゆっきー、ありがとうございます。5位まきちゃん、ありがとうございます。4位ともちん、あとま岐阜県、ありがとうございます。そして4位ゆういちさん、ありがとうございます。お待ちしてます。そして2位が神奈川のあみちゃん、ありがとうございます。2位1位があやぽん、あやぽんありがとう。このタワーもありがとうね。やで、誰誰なんか返事すぎたけど、最高的にいいじゃん。皆さんありがとうございました。今日はバラエティ公演18時45分からです。見てね。